貴様らごとき貧乏人に、よもやあれを使うことになるとは。なんじゃと？は、何？大邪神の鎧？しかも誰かがすでに装備してますわ。おいジジイ、話が違うぜ。あの鎧は誰にでも着れるのか？そんなことはありえん。大邪神の鎧を着るためには、まず自らの羽を剥ぎ取ることが不可欠じゃし、またその力を使いこなすためには、こやつのように大邪神の力を示す特別な資質が必要なはずなんじゃ。そんな人、僕がこの近くに住んでいた頃にはいなかったよ。おそらくあの二人の体、ただではすまんぞ。その程度のことであいつらを倒せれば、うちも楽させてもらえるんやけど。たとえマモンがやられても、邪神の鎧同士の戦いの力を知ることはできるはず。まあせいぜいがとこ、安城キバリンや。
やはり選ばれた者にしか鎧は使いこなせぬようじゃな。